懐かしい場所だな。そんなことより、この日和からの伝言はどういう意味だ？綾野浩二。そのままの意味だ。お前ならもっと安全にうまくやれるだと。お前が下手を打って、この学校から去るのは寂しいからな。坂柳に負けた割に、随分偉そうだな。確かに負けた。司令塔を務めた以上、言い訳もできないな。はぁ？舐めるなよ。俺を任したお前が坂柳より慕わない。花から勝負する気もなかったか。あるいはどうしようもないアクシデント。違うか。それで、お前はこれからどうするんだ？もう少し休暇を楽しむつもりだ。それに飽きたら、ウォーミングアップに一ノ瀬と坂柳を潰す。それと、お前を退学させられるとしたら、俺だけだ！随分だな。不意打ちでこれかよ。お前には可能性がある。だから、もっとうまく成長しろ、龍炎。いつからてめえは俺の教師になったんだ。 B クラスに使った手、もし証拠を抑えられていたらお前は詰んでいた。今のままなら俺との再戦すら実現しない。簡単に足がつく真似をするな。そのクソみたいな助言、この場では聞いておいてやる。だがいずれ必ず潰す。お前に潰されるなら悪くない。